鳥ファイターもありましたね。当店一押しの漆黒スープ、黒の鶏そばブラックですね。はい、生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。大阪へおいです。どうも三崎京都秋です。はい、今日は、ね、大阪の西成にいてるんですけど、西成のね、萩の茶屋やったかな、ちょっと下がっていってずっと花園の方まで行ったらね、ちょっと前から気になってるむちゃくちゃ本格的な、はい、おしゃれなラーメン屋があるんで、はい、本日はそちら乗り込んでいきたいと思いますんで、よろしくお願いします。非常に楽しみです。そしたら行ってください。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行ってきます。はい、そしたら行くよ。あっち行ったらね、あの萩の茶屋でね、アベノハルカスが見えてるけど、それと逆行って花園の方行くんだけど、いや、例えば朝10時過ぎですよ。朝からやってるみたいで、はい、前からほんま気になってたけど、今ちょっと二日酔いなんですよ、正直。昨日前日飲み歩いて、はい、でも朝ら行ってみたいと思います。花園の鶴見橋商店街、はい、この手前にありますね。はい、ここやな、鶏そばどらや。はい、ちょっと本格的なラーメン屋さんでね、むちゃくちゃうまそう。むっちゃ気になってるんですよ。行ってみよう。いや、今日はね、初めてなんで、この当店の一押しのこのブラックですね。やっぱアッキーと言ったらブラックでしょ。はい、それの味玉付き、ほんで肉増し、これでできます。基本はね、丸鶏と、はい、鶏ベースのスープなんですけど、金土日の6時から、これはね、10時まで。あ、10時まで、はい、6時から10時まで、こういう形で豚のスープでラーメンいただきます。はい、やってきましたよ。もう食べたいのがね、目白押しなんですけどもね、初なんで一応漆黒のブラックスープ注文させていただきます。パイタンとかもあるんですよね。はい、いろんなトッピングもあるし、サイドメニューもあるし、はい、いや楽しみですね。ということで食らっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。これはね、ちょっと僕が頼んだんではないですけど、鶏パイタンもありましたね。むちゃくちゃうまそうですよ、これ。むっちゃ濃厚ですよね。ちょっとスープ、おお、クリーミーなスープで、これまた本格的な、うまそうですね。いや、せっかくなんで鶏パイタンのスープいただきます。めっちゃうまい。じゃあ鶏香る濃厚なバイタンスープ、本格的ですね。うまい。じゃあ僕はね、当店一押しの漆黒スープ、黒の鶏そばブラックですね。はい、ご飯中、こちらが黒のブラック系スープの鶏そばです。うわー、肉増しで頼みましたよ。これはうまいやつやろ、これ。うわー、うまそう。もう我慢できません。食らっていきます。うん、いや、昨夜ですね、西成で遅くまで飲んでたんで結構二日酔いなんですけども、こういうね、あっさり系のね、ブラックチンタン、食欲そそりますよね。はじめ、あー、うまいわ。鶏の旨味と黒醤油の香り、うまい。これならね、朝一番でもいただけます。おいしいわ。いや、肉いこう。肉増しです。いや、ずっと来たかったんですよね。ほんまにうまいわ。来てよかった、この肉増し。西成でね、こんなに本格的なおいしいラーメン屋さんがね、
あるとはね、まあ、僕は知ってましたけど、はい、ほんまに美味しい。チャーシューも肉厚でね、もう中華そばっていう感じのチャーシューで美味しいわ。そしたら麺いこうか。麺もしっかりブラックに染まって中太のちょっと太い麺の麺ですね、はい。うわー、うまそうだなこれ。おっ、これぞ麺バゲームじゃない。特徴ある麺ですね。つるつる、もちもち、ほんまにもちをいただいているかのようなもちもち食感。大阪の高井だけに近い、そんな感じの麺ですね、はい、めっちゃうまい。麺も喉越しがむちゃくちゃ良くてつるっと入っていくわ。うまっ。京都のラーメンでいうと若干ちょっと新風系っぽいんですけど、それよりもかなり鶏の香りが効いてます。こっちもそうなレベル、むちゃくちゃうまい。いや、朝から大人満足のラーメンでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。いや、むちゃくちゃうまかったです。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。本日はこちら鶏そば虎屋さん、いや初潜入してきましたけど、ちょっとコロナ禍でしばらく西成は行けてなかったんですけど、だいぶ前からこの店は知ってまして、はい、ずっと来たかったお店で今日やっと来れました。もう本格的な、なんていうか中華そば的なそんな感じのラーメンで、もう朝からでも食べられる。俺今日結構ガンガン二日酔いなんだけど、もうペロッといただきましたね、はい。チャーシューもうまい。チャーシューも京都を代表する京都ブラックにぶっちゃう感じのチャーシューが入ってまして、まあ大阪でいう高いだけですね、はい。いや、パイタンもうまかった。ほんでこちらのお店はね、撮影禁止なんで、はい、僕は特別に事前に許可持って撮らせていただいてますんで、皆さん撮影しないようにお願いしたいと思います。ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。ありがとうございました。これからもどんどん行くぞ。西成も大阪も、大阪西成奈良滋賀行くぞ、ラーメン、はい。いや、いろんな各地の美味しいラーメン紹介していくんで、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。